ハンガリー第二共和国はハンガリー王国の後継として1946年2月1日に成立した議員内閣制の国家。正式な国号はハンガリー共和国でハンガリーで最初の共和政体であったハンガリー民主共和国に次ぐものとして第二共和国と呼ばれる。第二次世界大戦によってハンガリーは 1944年10月29日から1945年2月13日にかけてのブダペスト包囲戦によってブダペストが壊滅的被害を受けたほか全土に大きな戦災を受けた。1944年12月21日にソビエト連邦占領域でハンガリー民族独立戦線を呼び軍の一部によってハンガリー臨時国民政府が成立し、 ドイツと共同するや十字党政権と戦った。ハンガリーはこの過程で全土がソビート連邦の占領域となり、ソビート連邦元帥クリミント・ボロシーロフがその司令官の座に就いた。ソビエート連邦にとって自国の防衛権として重要視されていたのはフィンランドの国境地帯、ベッサラビア、バルト諸国であり、それに次ぐのがポーランド、ブルガリア、ルーマニアであった。 ハンガリーは、当時東西の中間地域であるとみなされており、具体的な戦後国家構想は立てられていなかった。ハンガリーは、伝統的に保守傾向が強い上に、戦前のハンガリー評議会共和国時代の混乱と、それによる領土の喪失が共産党に強い、マイナスイメージを与えていた。さらに、ソ連において、評議会共和国の指導者訓ベーララが粛清されたこともあり、 組織的にも弱体であった。また戦前から伝統的に親衛的国家と見られていた。1944年末にモスクワで開かれた共産党ハンガリー支部の会合でも当面はハンガリー王国時代の摂政ホルティミックロー主派を含む中間派との連立政権を目指すとしており、その期間は10年から20年になるであろうと見込んでいた。 1945年11月に開催された選挙はカトリック政党の出馬が禁止されたものの、不能から中小農を支持基盤とする独立小農業者党が57%の票を得て単独過半数を確保する第一党となった。それに対してラーコシマーチャーシュとゲレールネー率いるハンガリー共産党はわずかに17.4%の票を得たのみであった。 選挙前に民族独立戦線の維持がすでに合意されていたために単独政権とはならず、小農業者党の左派であったティルギ・ゾルターンが初代大統領となり、小農業者党のナジフェレンツ首相となった。共産党からはラー・コ氏が首相補佐となり、ライ・クラスローが内務大臣になった。ラースローはその任期中にハンガリー国家警察、国家保衛部を設立した。 これにより、共産党は政治警察の権力を手に入れた。しかしこの時期、ソ連はまだ独立省農業者等と協調する動きを見せていた。1946年2月1日、正式に第2共和国が発足した。共産党は、社会民主党、全国農民党と、左派連合を結成した。12月にはホルテ派の地下組織が摘発され、 小農業者等の一部に連座者が出た。1947年2月10日に締結されたパリ条約によって、ハンガリーは1938年から1941年にかけて獲得した領土をすべて放棄することとなった。ウィーン裁定は無効となり、ハンガリー国境はチェコスロバキアに多少の領域を割譲する以外は、1938年11月1日、 以前のものとなった。ただしこのうち1938年以前はチェコスロバキアが有していたカルパティアルテニアはソビエト連邦によって併合されている。また24万人のドイツ人が1946年から1948年にかけてチェコスロバキア側に人口交換という大義名分のもとに送り出された。商農業者等はこの機会に ソ連軍の撤退を望んでいたが、ラーコシラ共産党の親ソ連派は、ソ連軍の駐留継続を望んでいた。結局、オーストリアのソ連占領区域との連絡のために必要な数のソ連軍が駐留するということが、講和条約で定められた。しかし、ソ連軍はほとんど移動せず、事実上ソ連の占領が継続されることになった。これ以降、 ソ連と小農業者等の対立は決定的なものとなる。また賠償としてソ連に対して2億ドル、ユーゴスラビアとチェコスロバキアに対して1億ドルの支払いを求められた。1947年度予算の4分の1は賠償支払いに充てられ、完済したのは1953年であった。1947年2月に独立小農業者等書記長、 コバーチベイラが国家に対するクーデター容疑でソ連軍に逮捕された。共産党は小農業者等の再編を要求し、コバーチに近い右派は議員辞職を余儀なくされた。5月には、ナジ首相が亡命に追い込まれ、ディンニエーシュラヨシュが後継首相となったが、閣僚の大半はサハ連合であった上、小農業者等も分裂し、連立はほとんど名ばかりのものとなった。 7月には、マーシャルプラン受け入れ会議の参加要請がアメリカから行われたが、ソ連が反対の意向を示し、共産党は反対に回ったことで参加しないことになった。8月には、ファシスト、戦犯、民主主義者とその直系の投票権を排除し、民族独立戦線を解雇した人民戦線が候補者を指名する選挙が行われた。共産党を含む、サハ連合は、 第一党になり、連立政権を樹立した。しかし投票者の2割を締め出したと言われる、不正選挙にもかかわらず、連立与党は過半数を得られなかった上に、共産党の得票は22%にとどまった。しかし同年のコミンフォルムで、共産党政権は一党独裁こそが正しい、人民民主主義とされ、内閣をはじめとする共産党内部の連立派も、方針転換を行った。 1948年6月、共産党は社会民主党と合同して、ハンガリー勤労者党が成立した。これは、ハンガリーの人口900万人のうち100万人を党員とする巨大政党であった。7月、大統領、ディルリも失脚し、小農業者党左派の飛び、イシュトバーン内閣が成立した。1949年5月の総選挙では、 共産党を中心とする人民戦線が圧勝した。その頃、ユーゴスラビアがコミンホルムから除名されたことを受け、ソ連及び東欧で反地党キャンペーンが開始されていた。6月には、ライクラ民族派は、ユーゴスラビアのスパイなどの容疑をかけられ粛清された。8月14日には、 ラーコ市内閣が成立し、8月18日、スターリン憲法を基軸とした人民共和国憲法が可決され、2日後に施行された。国名もハンガリー人民共和国に変更され、労働者及び小作能のための国家、全労働者による人民民主主義国家として、社会主義を到達点として国家を展開していくこととなった。そして、赤い星や間と土。 無疑を含めた新しい国章が採択されて、ハンガリー第二共和国は終焉を迎えた。ハンガリーは、戦災とソ連軍の略奪によって40%の国家資産を失い、その上でソ連軍の駐留費用と賠償を支払わなければならなかった。さらに戦時中のハンガリーは完全にドイツの経済圏に組み込まれていたため、ドイツの経済は、 ハンガリーの経済をも崩壊させた。1945年5月1日の郵便料金は1ペンゲーであったが、7月1日に3ペンゲー。翌1946年1月には600ペンゲーに達した。1946年1月にはアドーペンゲーが導入されたが、インフレはさらに猛烈な勢いで加速し、3月には2万ペンゲー。 5月に200万ペンゲー、7月には40兆ペンゲーに達した。インフレ率は96万がトを数え、この記録を破る水準のインフレーションは現在発生していない。8月1日に新通貨ホリントが導入され、1ホリントイコール40兆ペンゲーへのレートで交換されたことによりようやく沈静化した。1947年からは、 復興参加年計画がスタートし、全銀行が国有化された。1948年からは100人以上の労働者を持つ高工業企業が国有化され、高地面積の4割が無償収容され、64万人の農民に与えられるなど、農業の社会主義化も開始された。このことによって同年中に経済規模は戦前の水準を回復した。 ありがとうございます。